かつてゼネラルリソースが多国籍企業体として誕生した結果、国家という枠組みは崩れ去り、歴史は新しいフェーズを迎えることになりました。そしてこの巨大な海上移動都市メガフロートの姿は、今やニューコムのシンボルであり、それは彼らの新しい力を我々に見せつけているかのようです。今各地で始まった紛争を事実上仕掛けているニューコムは、何を求め何を望んでいるのでしょう。我々はこの紛争がやがて歴史をどのように変えるのか、まだ知らされてはいません。ただどんな結果になるにせよ、一つだけ言えるのは、両企業に挟まれた形のユーピオには、現状の治安維持はできても歴史に新たな結果を残すことはできないであろうということでしょう。聞いたか、今さっきフランカーと彼女のエンジンシステムがぶち壊れたらしい。しかもそれが整備不良のチェックやってた時のミスでだ。お前も整備には気を使った方がいい。まったく、いくら最近出撃が増えたからってそりゃない話だろ。こんなことだからユーピオはハリコの虎だとか軍隊ごっことか言われるんだよ。この状態じゃレナのやつ当分出撃できないことになるだろうな。こんな時割り込んでごめん。出撃命令です。いよいよニューコムの連中本気で歴史を変える気みたいね。タイミング悪いけどユーピオの大スターは欠席、私たちだけで何とかしましょう。じゃああとは上で。海上移動都市メガフロートにニューコムの機動艦隊が集結しつつある。ニューコムの体制が整う前にこれを叩く。なおメガフロートには多数の民間施設が、また港湾区画には民間船舶が存在する。作戦遂行にあたり、これらへの被害を極力避けること。サーフのエース、また会ったな。エンゲージ。ストーン。沈黙を確認。引き続き残存戦力の総統に移れ。Update target.
Ginga, warning. Missile alert. Missile alert. Bullseye. Damage.現在作戦遂行中の全機一斉クラークソン代表の停戦交渉によりニューコムとゼネラルリソースの間に停戦協定が結ばれた。全機攻撃を中止し帰還せよ。どうにも間の悪い話じゃないか。ここでの停戦など老人どもが決めたまやかし。時代はすでに変化を望んだ。そう思わないか？ディジョン。一度しか言わない。お前がこの世界で何かをしたいのならユーピオはただの階段に過ぎない。もしその気があるのならこのままゼネラルに来い。その勇気がお前にあるのなら私が新しい道を作る。ゼネラルのエース、気でも違ったの？ねえ、これは合わないよ。こいつを移籍させる気か。危険だ。危険のない賭けなど。サーフのエース、どうする？ゼネラルに来るか？行ってはダメ。あなたはユーピオのパイロットなんだから。Inside. よし、このままついてこい。空港に着陸するぞ。Landing.ゼネラルグループへの入社を心から歓迎する。これからの君にはこの地球で最も巨大な多国籍複合企業体ゼネラルグループの一員としての誇りを胸に刻み、これまで以上の活躍をしてほしい。我々のグループは。こんばんは。ゼネラルニューストゥデイの時間、カール・ラーソンです。こんばんは。セリス・クリスティです。まず最初はフォートグレース空港に緊急着陸した戦闘機についての話題から。はい、お伝えします。昨日未明、ゼネラルリソースのフォートグレース空港上空に一機の戦闘機が突然現れ、数分後第三滑走路に緊急着陸しました。当初は所属不明とも伝えられていた同機はゼネラルリソース航空警備保障による取り調べの結果、ユーピオ治安維持部隊所属の戦闘機と判明。この着陸の目的は同機搭乗員のゼネラルリソースへの移籍とみられており、ゼネラルリソース航空警備保障では現在も搭乗員から詳しい事情を聞いています。さて、皆さんの中にはこのニュースを聞き、なぜこの戦闘機はフォートグレース空港上空に現れるまで一度もゼネラルリソース側の警戒システムに発見されずに飛行できたのかと疑問に思う方もおられるのではないでしょうか。
もしもこのようにして戦闘機が簡単に警戒システムをくぐり抜け、ゼネラルリソース側の空港に着陸することができるならば、我々は知らず知らずのうちに大変な危険と隣り合わせで暮らしているとも考えられますよね。はい、まさにその通りですね。そこで我々としてはゼネラルリソース本社に特別な取材許可を申請しました。その結果、今回はなんとゼネラルリソース防衛部隊隊長アビサル・ディジョン氏が先ほどビデオフォンを通じて我々の疑問に直接答えてくれました。それでは早速その模様を VTR でご覧ください。今回我々の警戒システムが作動しなかったのは、我々と着陸した戦闘機のパイロットとの間で事前に連絡を取った上でのあくまで計画的な着陸だったからであり、ゼネラルの防空には報道されているような問題は何も生じていませんので安心してください。今回のゴタゴタは空港に設置されたカメラの捉えた映像が一部の報道機関に流出してしまったのが発端と言えるでしょう。我々としてはこのような映像が流出していたことこそ大きな問題であると考えており、現在この原因を調査しています。ということはこの遺跡劇は最初から計画的なものだったんですか？ゼネラルリソースとしてはユーピオとの協力関係もあるわけですから、この遺跡劇は極秘のうちに終わらせたかったのでしょう。関係者からの話によると、着陸した戦闘機の搭乗員はとても優秀な人材のようですね。しかし同じゼネラルリソースのエースパイロットでありディジョン氏とは長年チームを組んでいるキース・ブライアン氏の意見を聞くと、どうやら微妙なズレがあるようです。ああ、例の戦闘機？いいか、大体がなユーピオの腰抜けの中でできるってだけのやつが、我らがゼネラルのメンバーとして通用するか。まあとりあえずお手並み拝見ってとこだな。で、お前らちゃんと取材許可取ってんの？まず私の言葉を信じ強引な誘いに応じてくれたことを心から感謝している。君が見せたこれまでの活躍は、堕落したユーピオの駒にしておくにはあまりに惜しい腕だ。我々は今こそ変革の時を迎えようとしている。胸に大いなる理想を秘めて戦うべき時である。世界は時に血をもって変えなくては動かないものだ。私を信じてほしい。さて、今後君は私の直属部隊に配属される。君にはイーグルプラスとセイカーファルコンを用意してある。その腕を存分に活かしてもらおう。期待している。